イオン本木店は神奈川県横浜市中川本牧原に位置し、イオンリテール株式会社が運営している大型ショッピングセンター。前身は旧株式会社マイカルが会社構成前に開発したマイカル本木でマイカルタウンの1号店でもある。2011年3月1日に株式会社マイカルを九州合併したイオンリテール株式会社はマイカル本木と 各店舗の本テ先をイオン本目店に名称変更した。マイカルから受け継いだ旨は一番街、三番街のみである。1945年8月15日の終戦後、本目はアメリカ海軍横須賀文献隊の管理下に置かれ、軍人やその家族の居住地として接収された。百八十二年三月十一日の本目米軍接収地返還式をもって、 日本に土地が返還されたことにより、新本木地区は再開発の機運が高まった。再開発にあたり、横浜市は新本木地区を町づくりの実験台と位置づけ、道区をセンター地区、表通り1地区、表通り2地区の3つに分けた。そのうちセンター地区には市からの委託を受けて、すでに出展表明していた日位が1984年に、 行われたコンペティションを経て、同社発のデベロッパー業務を手掛けることとなった。開発にあたり、新本木畜商業化発基本策定委員会は、センター地区を単に物販販売施設だけでなく文化、施設等をふんだんに取り入れたリゾート性の高い商業地域にすることを提案。この提案を受けて日銀は、6区画に分かれているセンター地区を一体開発して、 全体の半分以上を非物販施設にして、商業施設には、専門店、飲食店、ホテル、スポーツ施設の導入する報告書をまとめた。歌唱 SC 名称は、本目ポートヒル。1988年3月11日に、開かれたテナント募集の説明会には、約1000人の希望者が集まった。一番高いテナント料金は、5番街の1階の、 契約面積3.3平方メートルあたり、保証金が400万円、賃貸料が同月間4万円に加え、売上部合だとされている。1988年に日医がマイカル宣言を行う。当時、日医の社長だった小林里志峰は SC 名称にもマイカルを使おうと提案。マイカル宣言通りの理念に沿った未来都市マイカルタウンの一号店として、 バブル絶頂期寸前の1989年4月30日にマイカル本木が誕生した。目標年賞は320億円。日位は山下公営や外人墓地等の観光拠点が近いことに注目、投資施設を都会派消費者がくつろぎ、楽しめるアーバンリゾート型ショッピングセンターと位置づけた。さらに、東京や遠方からの客もターゲットにするため、 本目だけにしかない専門店を集中して、テナントとして出店させており、大型複合ショッピングセンターのパイオニアとも言える存在であった。本目サティネビューラといった日 E グループの専門店の、他、外資系、日系の飲食店、ミッソーニア、ヒューゴボスといった海外ブランド専門店、住宅機器、会社専門のショールーム、銀行、証券会社、 郵便局が入居する金融センター、ニューヨークのアポロシアターとの提携による多目的イベントホール、映画館、フィットネスクラブ等、計234のテナントが1番街から6番街の建物に入居した。マイカル本目はスペイン風にしており、近隣の道路もそれに合わせてイスパニア通りと命名されている。建物はベージュで、スパニッシュコロニアル様式を採用。 開業当初、6棟体制であったが、最終的には、軽重棟が完成している。なお、新本木地区に建てられる、建築物は美観を維持統一するため、屋根に勾配をつけ、外壁の色は原色を避けなければならないため、建築協定にのっとりマイカル本木の建物すべての屋根に勾配がついている。開業1ヶ月後の来場者数や売り上げは日位が、 当初予想していたものを上回る形となった。さらに一年後には、来場客数1500万人を達成、そして商業施設として横浜市の二つの賞に受賞する、等順風満帆であったように見えた前から本目だが、実際には約70億円の不動産取得費を含めた事業費、約400億円の投資が足を引っ張る形となっていた。当初の校長や、 前日の開発事業費負担の大きさから、1990年以降、テナント量を大幅に引き上げたが、折からのバブル崩壊が重なったことで、テナントが相次いで撤退。さらに1993年には、横浜ランドマークタワー等の新名所の完成で、横浜港未来21が当角を表したことにより、鉄道駅から遠く交通アクセスの悪いマイカル、本目の客足が、 徐々に奪われていった。これを受け1996年3月より、日位はアミューズメント施設の強化等、マイカル本木の全面改装に踏み切るものの、客足やテナント流出に歯止めがかからず、マイカル自体の業績悪化に加えて、見据えていた横浜高速鉄道港未来線の本木延伸が再三が合わないとして議論が凍結したことに伴い2000年までに衰退していった。 経営再建のため、マイカルは大半の建物を売却し、末期には、さィの一番街と金融と駐車場の三番街のみの二等体制となった。2011年2月28日、イオン株式会社の下で、経営再建されたマイカルが、九州合併で消滅することとなり、マイカル本目は、約22年の歴史に幕を下ろした。このモールは、前述にもある通り、 一つの広大な建物内に各ジャンル別ゾーンがあったり、本館があり、別館がある方式でもなく、目的ジャンルごとに別棟なのが特徴である。街計画と共に建設され、中核となる胸やその他の胸とは行動を挟んで分断される形になった。行動を挟んだ各棟とは連絡通路としてペデストリアンデッキでつながっている。法律上、行動をまたいだ。 連絡通路をマイカルが設置することができない。だが、回遊性の都合などから、連絡通路は必要不可欠であった。マイカルは、建物周辺の公園へ続く、プロムナード計画があることに着目し、マイカル側が、ペデストリアンデッキを建設して、横浜市へ、無症状とすることで決着がついた。そのため、各施設の一部と思えるペデストリアンは、横浜市の指導である。 今では珍しく建物ごとに各ブランドの店を入れていた。マイカル本木時代は全12番街までの軽重館の建物があった。常述の通り景気の衰退や時代の変化に伴い当初は10棟あったが1.35.60.11番街の6棟が残るのみである。解体された各棟はマンションに建て替えられるなどかつての面影は少ない。 駅からは遠いため、車かバスが主な交通手段になる。ありがとうございます。